はい、今回はこれだけの材料を使って昔ながらのナポリタンを作ってみようと思います。はい、作るフライパンはじゃん、22センチの大きさで400円、ダイソーでまた買ってきました。はい、実はこれと同じシリーズで、はい、もともと持ってた14センチのフライパンがあります。はい、こんなに大きさ違います。さすがに14センチのフライパンではナポリタンは作れないので買ってきました。22センチ、400円なのでどうなのかなとちょっと不安なんですけど、まあ14センチのフライパンもそこそこ使えてるので使えると思います。はい、ではまず先にこちらのレンジ調理器でパスタを茹でます。はい、スパゲティの茹で時間が7分で600ワット4分なので11分で茹で上がります。はい、麺をレンジアップしている間に材料を切ります。今日はウインナーを入れます。はい、こちらの今使っているまな板も以前紹介しています。はい、ピーマンも先日実家でもらってきました。今畑では夏野菜がたくさんなってます。玉ねぎ、はい、材料切ったので炒めていきます。はい、まずオリーブオイルを入れます。野菜を炒めます。また玉ねぎが多かったような気がしますけど、玉ねぎ大好きなので。はい、炒まってきたら大さじ2杯半のケチャップを入れます。はい、ダイソーで買ってきたイカリのウスターソースも隠し味に入れます。はい、隠し味なので小さじ1杯ぐらい入れます。はい、こちらもダイソーで買ってきました、オレガノ。茹で上がった麺をこのまま投入します。炒めます。子供が小さい時よく作ったんですけど、今は久しぶりに作りました。はい、結構この22センチのフライパンちょうど使いやすい大きさです。はい、そして今日はできたナポリタンをスキレットに盛り付けてみようと思います。卵を溶いて敷いてみます。卵をよく溶きます。卵を入れます。ちょっと1個多かったような気がします。卵を引いた上にナポリタンを盛り付けたいと思います。はい、ナポリタン完成しました。どうでしょうか。
はい、スキレットにナポリタン盛り付けるとすごく美味しそうなんですけど。では早速食べてみたいと思います。はい、スキレットにひいた卵もペロンとめくれて美味しそうです。では卵もせっかくなので、いただきます。おいしい。ナポリタン久しぶりに作りましたけど美味しい。はい、今回は昔懐かしいナポリタンを作ってスキレットに盛り付けてみました。卵もしました。はい、今日ナポリタンを作ったフライパンですけど何気に使います。22センチ。過去の動画でも100均の便利グッズを使っていろんな料理を作っています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。実は息子も大好物です。